今回のふるさと丹波歩き人では、坂出市高谷町周辺の坂出ブランド商品を製作販売している平井石さんや高谷神社を巡ります。最初にご紹介するのは、香川県坂出市の石材総合メーカーを営む平井石さんです。平井石さんは昭和2年に創業し、石材加工販売を行っています。現在、香川県を中心とした石材工事、そして土木工事の分野で多くの実績があり、また製造部門として坂出ブランド認定品として土産品、雑貨商品も手掛けています。それでは製造部門担当者の平井祐樹さんに話を伺いました。まずですね、こちら平井石さんなんですけれども、どういった会社になりますか？平井石さんというのは、昔から石材を取り扱う会社になってまして、現時点では2部門運営させていただいています。お墓であったり鳥居さんの施工部門と、香川県の県の石にもなっている讃海塔を取り扱っている製造部門と2種類で、対応させていただいています。その中でも今回は製造部門で開発された坂出ブランド商品ということになると思うんですが、どういった商品になりますか？一言で言えば、讃海塔の音色をお届けする商品という形になりますね。具体的にはどんな商品になるんですかね？はい、風鈴であったりドアチャイムであったり、あとはチャイムですね、カバンにつけたりするといったもので、讃海塔の綺麗な音色っていうのを生活に取り入れていただくっていうグッズになってきます。工芸品の一種です。なるほど。もともと開発するきっかけっていうのは何かきっかけがあったんですかね？はい、11年くらい前なんですけれども、ご縁のあったお客様から、讃海塔を使って何か商品化はできないのか、ちょっとご提案というかご質問がございまして、そういうことだったらということで、讃海塔のオブジェ、そちらをまず開発させていただきました。それがもうきっかけになってきますね。その後風鈴とか、ドアチャイムっていうんですかね、そういったものの開発に続いていったわけですね。そうです。その讃海塔の魅力ってどんなところですかね？やっぱり一番の魅力っていうのが、石という天然物からあんなに心を安らがってくれるような軽やかな音色が響くっていうところだと思います。誰でも一度聞いてしまうと、その魅力に本当魅了されるって感じですよね。それがね、それこそ風鈴とか、ドアチャイムですと、もう本当に生活に溶け込んだ音になりますから、いいですよね、商品としてはね。そうですね、耳障りでないっていうのがやっぱり一番ですよね。どうしても音が鳴ると、音によっては耳障りに感じてしまいますけど、どれだけ聞いてもね、そうですね、癒されますもんね。癒されますね、本当に綺麗な音だと思います。今後その製造部門としては将来的にはどういった方向を目指してますか？そうですね、その製造部門といたしましては、もっと讃海塔の魅力っていうのを皆さんに知っていただきたい、あと感じていただきたいという思いがありますので、ワークショップというような形で、皆さんが実際にお手元に讃海塔を触れて、ご自身で作ってもらった風鈴とかの音色を楽しんでいただくって、そういう機会をご提供できればいいかなと考えています。やっぱりまず知っていただくことですよね。それではですね、最後に一言テレビをご覧の皆さんにメッセージお願いします。ありがとうございます。ご視聴の皆様、讃海塔とても魅力的な石になってきます。皆さんご存知だとは思うんですけども、一度お手元に、触れてみて、ことを聞いてみて、実際に、香川県にこんな魅力的な石があるんだというのを知っていただければ幸いです。続いてご紹介するのは、坂出市高谷町にある高谷神社です。高谷神社は崇徳上皇とゆかりの深い神社として知られています。崇徳上皇の遺体は都からの指示により、八そばの清水から白峰山まで運ぶことになりました。遺体を運ぶ途中、一旦棺を休めていたところ、にわかに雷鳴を伴う風雨になり、棺を置いた六角の大きい石の上には血が滴り落ちたと伝えられています。村人たちはこれを恐れ、上皇の葬祭の後、高谷神社の境内に石を納め、上皇の御霊を合祀しました。
このことから高谷神社は別名篠宮とも呼ばれています。最後に今回ご紹介したスポットのおさらいです。まずは平井石さんについてです。 JR 坂出駅から車で15分、坂出インターチェンジから車で15分のところにあります。店舗内にて坂出ブランド認定商品のサヌカイト風鈴などの購入も可能です。続いて高谷神社についてです。坂出駅から車で約20分、琴山バス大越線高谷下車、徒歩約8分のところにあります。無料駐車場などはありませんのでご注意ください。それでは今回のふるさと田んぼ歩き人いかがでしたか。今回は坂出市高谷町周辺をご紹介しました。昔の写真や動画、そして懐かしいエピソードなどありましたら FM さんまでご連絡ください。番組内で紹介したいと思います。それでは次回も坂出市宇多津町内のどこかの町を紹介します。お楽しみに。